3月30日、坂出商工会議所青年部が坂出市に渋沢栄一絵本お金ってなーに30冊を寄贈しました。この絵本は日本商工会議所青年部が子どもたちにお金の大切さを知ってもらおうと制作したものです。絵本の中では商工会議所の創設者であり、2024年から1万円札の顔となる渋沢栄一をモチーフにしたキャラクターがお金の仕組みや大切さを分かりやすく解説しています。寄贈にあたり、坂出商工会議所会頭の石井義夫さんが、お金の大切さが勉強できる良い本に仕上がりました、子どもたちの将来に生かしていただきたく思いますと挨拶しました。続いて、坂出商工会議所青年部会長の河野康子さんが、この本でお金だけでなく人とのつながりの大切さを伝えたいですと挨拶し、綾坂出市長に絵本を手渡しました。この絵本は坂出市内の保育園、子ども園、幼稚園に置かれます。今年度コロナ禍ということもあり、日本商工会議所青年部としてやはり何かできないか、どう伝えていくかというところでですね、今年の大河ドラマになっております渋沢栄一をモチーフにして、題目はお金って何というお金の大切さ、そして人と人のつながりの大切さを学ぶというところで本を作成することになりました。そうですね、かなり内容の濃い絵本となっておりますが、第一にお金の大切さ、それをお金をどうやって作っていくで、お金をただ使うだけでなく、いろんなところで商売している人のありがたさを知ってもらうというところを注目していただければなと思っております。坂出市内で絵本の読み聞かせというのが行われておりますので、各保育園や幼稚園などでぜひ読んでいただければなと思っております。本を受け取った綾坂出市長は、お金の本質を学ぶ良い教材になりそうです、この絵本を教育に生かしていきますと感謝の気持ちを伝えました。金融化ばっかりになっても困るんですが、ご期待申し上げて、どうもありがとうございました。ありがとうございました。保育園等から余った分は大橋記念図書館にも置かれる予定で、一般の方でも読むことができるとのことです。